ども、はい、キッズカンパニーモスコと永谷に住むとそのままケンケンとゆかりんことなつかゆかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、ちょっと今日はスタジオのね、はいはい、機材がまあまたちょっとこうバージョンアップしてです ね、すごいですよ、ね、まあなんか今回はまあちょっとね、まあどうなるか試しながら気に変わる、うん、試しながらまあちょっとやってみるということでね、はい、MC がどこ見ていいか分かんない、うん、まあねあれですよ。はい、というわけでまあ4月号のアーティスト TV ですけども、はい、4月まあどうでした皆さんね、うん、なんか特にあれだね、俺の場合は4月のなんか寒いんだか暑いんだかよくわかんないような天気さ、なんか天気はなんかこう雨がさ降ってこう冷たい、うん、で次の日はなんか暑い、ね、すごかったですよ ね、体調崩すよね、うん、もうね、うんうん、でも桜咲いてて今桜めっちゃ見に行きました。あ、ほんま昨日も行きました、同編曲。あ、同編曲どうだった？綺麗かった。でも人たくさん、同編曲はね、初日はちょうど雨やったんですよ。そうだよね。初日がだから少な雨やったんですけど、うん、まあ次の日は朝から結構ね、うん、来てたみたいで。ラジオ聞いてたらね、うん、初日の日もね渋滞してるっつった。ああ、うん、すごかったね。車で行くんだね。車飛んで飛んで。さあ、ね、桜好きやな。観光バスも来てて。まあね、あ、なるほどね。そうだね。ツアーで。あれね、だから雨だろうが何だろうが関係ねえんだ、人いっぱいいる。まあ、ね。ただああいうバスツアーなんかだとね、中止にできないもんね、みんな海外から来てる人もいればね、その日の予定の中に入ってますからね。だから雨だろうが何だろうが行くんだね、あれね。まあでもいいじゃないですか、なんかこう日本のさ、こういう四季っていいですよね。ね、なんかね、今回俺はちょっとね、桜を見ててね、すごいなと。あいつらよく散らないで頑張ったって俺はちょっと思ったね。もう散っちゃってもう見れねえのかなと思ってたら、頑張って耐えてくれたもんね、今回ね。そうですね。すごいですね。なんかな、はい、ね、このなんていうか日本のほんまその四季があっていい、うん、特にさゆかりんとかほらその列車でね、はい、こういろいろ行くわけじゃないですか。でまあいろんなところの景色見たりとかするでしょう。4月はどこ行ってきたんですか？4月はと山口県下関。うんうんうん、あ、下関、下関いいね。はい、服食べたの？ね、下関ですよね。なんか、ね、だどんな何をしてきたんですか？下関で。下関で、うん、まあ、鉄道を乗って旅するという形で。うん、お店とかなんか食べ、なんか美味しい食べ物とか食べました？美味しい食べ物、いやまだちょっと行ってないんですよ。あ、放送がね。放送までなんで。そうなんで。いや、うん、そう、あのね、それはどうすればいいんですか？食べたい気持ちはめっちゃあるんですけど、うん、じゃあ服食ったっていうことで、まあでもそう、でもあれか、まあいろんなとこ行くからね。行きます。じゃあ今まで行ったところでさ、なんかここは良かったっていうのある？九州の何が良かったんですか？九州の何が、あ、でも熊本、うん、そう、前回熊本の震災とか回ってたんですよ、うん、そういうとこ目の当たりして、うんうん、自分とほんま幸せに過ごしてるけど、まあね、うん、まあもうね、早くもね、もう1年ですか。そう、もう1年経つけどね、うん、まだまだだってね、まだこれからっていう状態だもんね、うん、全然もう手ついてなくて、ね、鉄道も走ってなくて、うんうん、そう、何熊本城なんかね、ちょっとずつ、まあ、見れる状態まではね、うん、今持ってったりはしてるみたいだけどね。まあでもそういうさ、やっぱりこう何ていうか目立つところはね、うん、あ、なんかやっぱりまだその細かいところはまだまだ手つかずなところが多いじゃないですか。人が住む場所だからね、うん、で、東京の方とかかな、結構その熊本 の、うん、あのアンテナショップみたいなのがいろいろあって、はいはい、まあ、そこに皆さんね、いろんなものを買いに行ったりして応援してるっていうね、うん、そういうのって、まあ我々もね、うん、CD とかね、うん、その辺では、やってますからね、応援ね、させてもらってますけども、はい、まあこういうのもね、どんどん続けていかないといけないなっていう部分、まあ1年経ってなかなかやっぱ薄れてきてるけど、うん、まだまだ現状を見るとね、そんな状態じゃないからね、はっきり言ってね、うん、これね、言ってもね、熊本だけでもないんだよ、まだまだなんだよ、本当に、東北の方だってそうだしね、うんうん、まだまだね、やっぱりね、
なんかやっぱりなんか僕らができることだったりとか、うん、忘れないっていうことが一番大事だと思うんですよね。まあそうですね。うん、出ちゃってどうする？いや、そうね。いやなんかね、まあ、そう1年経ったんやなと思って。うん、そうでも本当あっという間って言い方がいいんだけど、ね、僕らはちょうどこの番組でほらと、うん、何あの月週1とか、うんうん、とかでやり始めた頃にちょうどその CD をね出、ね、始めて。うんでそれぐらいからかもうこの番組もそれとね同時に始まって1年ぐらい経つんだもんね、うんうん、そうですね、うん、そうだねあっという間だねほんまそうですわ、ねうん、まあだからまあこれからねいろんなあのでも本当言うたらねまあそういうところもねできたらまあカメラ持って行ってねそういう今の状態であるとかねそういうのも本当はなんかまあしたい気持ちはあるんですけどね、はいまあ機会があればまたね、まあ、そういう部分もね、あのどんどん紹介していきたいなと思っておりますけども、まあ、4月ね、まあ、うちもね、そんな特に、まあ、あの制作物がね、ちょろちょろと。エクリルフールと。何嘘つきました？ついに。いや、嘘つきましたって別にね、エクリルフールだから嘘つかなあかんっていうことじゃないから、やらなあかんってことじゃない。まあ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 、一応だからさ、あの僕はフェイスブックのあのプロフィール画像を変えました、一日だけ。一日だけ。あ、気づかなかった。高校生の時の僕。え、めっちゃ見たかったです、それ。見たかった。でもあれ嘘なんや。え？嘘？あ、そっか。だから、いや、言って嘘をつく日じゃ別に嘘をつかないわけじゃないけども、まあちょっと冗談のつもりで、まあ一応ね、その日一日だけその高校生の時のあのだからその写真嘘だった。あ、もう全然違う嘘じゃないですか。嘘上のそのそのままこうなったわけですから。別人だったよ。いやいやいや、面影あるってみんなあの可愛い可愛いって大好評ですよ。別人だったじゃん。もうなんなんか当時あの頃はもう東山君に似てるとかもうなんか言うても女の子にキャキャ言われてるもん。俺痩せてるし、全然違うんだよ。いや見てないんで、あの何時だけしますじゃあ言ってくださいよ。私その日ちゃんとつなげるんで。いやいやいや、多分何がしますって。多分俺の写真、いや前にもね、でもね一時期載したことあるんですよ。だからずーっとあのタイムラインずーっと下の方にこうわーっと増えてる、いつか出てくると思う。いつか出てくる。でもあれだ、去年か。ちょうど去年1年ぐらい前に先生が出たりとか、うん、もう昔の自分を全部この番組でさらけ出してたよねでみんなにこれ絶対偽物だろって。いや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 、先生も全然別人じゃねえか。先生も言うてたやんか、もう可愛かった言うて。先生が言うんだから嘘じゃないんだろうけどさ、ね、でね、あれですよ、今あのほら今日メイクに来てくれてる彼女、はい、もうあの今その先生のとこ行ってるんですよ。あ、そうなん先生ちゃんいろいろ聞いてみ当時の中谷すんの。いやいや、みんなそらもそんなもうか可愛くてかっこよくてしか言わないですよ本当にもうすごい首かしげてるすごいあの聞き分けのねいいあの生徒やった。ほんまです、ほんまです。いや、何したんですか、4月。4月、お花見参加して、うん。いやいや、その嘘ついたっていう話を今聞いて。何を嘘ついたんですか。嘘は、うん、仕事忙しくてつけなかったんですよ。その日、レースだったんで。ああ、うん。栃木行ってたんで、それどころじゃなかったです。うん、あ、やってもうたみたいな。まあ、でも特にね、あれですよ、なんかね、そうだからエイプリルフールってさ、みんなそう思ってるけど、結局誰が何言うたって別に、あ、どうせエイプリルフールのあれやろと思って、まあね、何にもだから日本ってだからまだあれだけど、ね、海外すげえよね。海外は新聞が嘘ついちゃったりするのかね、うんうん、記事もね。すごい、海外はすごい。それはあのもうなんていうか、どこそこに UFO が、ね、UFO 出たとか、ね、落ちたとかね、もうほんまにそんなんを、ね、ほんまにあのめちゃくちゃ作ってほんまにやるんですよ、ね、うん、だからすごい、ね、そこまでやったらそれは確かにさ、すごいけど、日本ないもんね。そのフェイスブックとかの書き込みで、あの何、まあ、まあまあちっちゃい人ですけどな、まあ、まあ、あれはなんか面白くないから、そういうなんかね、うん、まあまあいいですけどね、別に、ね、まあまあ別に、うん、まあね、そうで4月はね、まあそのいろいろ納品ラッシュもあって、うん、まあ制作物もね結構大変なのがまああって、
もうあれですよ、先週とかめちゃめちゃの徹夜の日々でしたからね、うんうん、でなんかさ今日さ冒頭で始まってさ、うん、誰も触れないけど髪切った、うん、お今気づいた、いやいや今気づいたわけじゃないけどさなんかさ誰も触れないから触れちゃいけないのかなって思うのかなと思って、いやだからねあエイプリルフールでね来てみたちょっとね、やってみようかなっていうのはあれなんですけど、まあちょっとまあね、変な伸び方をしてたりとかしてもう王様につかんかったんでちょっと短くしようかとかね、うちの中ではまあ前から言ってたんですよ、僕自身はね、スタッフには。で今回たまたまちょっとそのね、ウェブドラマの、はいはい、まあ、役柄がちょっと一ついただいて、うん、まあ、それをするにあたりやっぱりあちょっと後ろ髪あると、うんうん、どうしてもその無理な設定やったんですよ、役柄的に、うん、で別にね監督さんは別に切ってくれと言ったわけじゃないんですよ。俺はドラマ班で、うん、そういう要望があったから切ったことないんですよ、違う、もうだからもうそれもあったし、うん、もうちょっとなんかね変えたいなと思ってたから、うん、もうこっそりとスタッフにも言わず、はいはいはい、うん、もうある日突然俺はもういても立ってもいられなくなってプツンと行ったんですよ、うん、せっかく小崎城にしたのに、まあまあねおにぎりでしょおにぎり城ですよ来ちゃったの、まあ、ほんでね、まあそういうのがあって、まあ、短くしたんですけどね、まあ、ちょっとまだ自分でもこれちょっと慣れてないんですよ。だからね、まあ、だからこれね寒かったですよね、モニターとか見るのねすっごいなんか恥ずかしいっていうか、ね、自分じゃないみたいなんですよ、うん、そうだよ、だから俺もだからさ病気する前までってさ、うん、もう腰ぐらいで、はいはいはい、腰上ぐらいの髪の毛あったけど、うん、だって20年間ずっと伸ばしてたからね。そうだね、だってそれぐらいやんなかったらあそこまで長くなんないもんね。俺も今はもうなんか高須先生みたいになってるじゃないですかほんまにね。でもなんかいいじゃないの、まあまたね、それはそれで、うん、またまあどっちみちさ、ね、もうまたほらどんどんこうなくなっていくわけやからさ、まあね、うん、だからその時はその時でまたね、まあね、うん、でも分かんないよ、それだってなくならないで行く人だっているんだよ。まあね、でも、うん、今はもういろんな技術があってさ、まあ、植えれたりいろいろあるんだよ。あのね、これ言ったらあれかな、どうしようかな、まあ、僕らほらやっぱり現場行くじゃないですか、はい、でいろんなその出演者の人とね携わるでしょほんならやっぱりこれはまあまあ巷で有名な人で、うん、まあそういう噂のある人とかとまあ一緒になった時にやっぱりそのメイクしたりとか部屋を触らなあかん時って出てくるんですよ、はいはいはい、でその時にじゃあ どうしようかっていう部分があって、うん、そのこういう感じでするんですよ、じゃあ触らせてもらっていいですかって言っても、うん、じゃあその時にちょっとうち自分の部屋さんがいてるんでって言われたら、うん、ああそうなんやとかね、うん、とかまあ思うことがあるんですよ、うん、だからそうまあでもね、うん、まあまあまあもう有名な人たちってほぼほぼあかんで言わんときやこと言わんときやこと、いやあと結構テレビとかみんな言っちゃうよ、こっちは聞きたいですけど、まあそれはそれでまたねオフでね、またこの後のねまあご収録が終わってからまたそれで盛り上がります。触らせてもらっていいですかって、うん、撮らせていただいていいですかみたいな。いや、まあこれ僕じゃないんですけど、僕の知り合いがある人の楽屋に入った時にこうウィッグ立てのところに置いてたみたいなね。これは僕の楽屋で一回だけあります。これは見た人から感想やるなって。ね、で最近ではなんでその話をするかですよね。うん、最近ね分かんないんですよ。もしかしてそうちゃうかなっていうとか、うん、あれ前おった時もうちょっと少なかったけどなんかすごい増えてるような気するとかね。だから被るタイプじゃないもんね。そう、もう最近はすごい、ね、すごいんですよ。だからね。分かんないよね。めっちゃいい。育毛剤もあるって聞きました。うん、どこやったかな、海外のね薬でもあるんですよ結構。でそれ飲むと女性ホルモンが結構ねきついから、だからねちょっとね胸とかちょっと出てくる。ああ、うん、そういうこと。うん。
そうだね、ちょっと出てくる。ハゲない、だからハゲていく人っていうのは男性ホルモンが出てくるね。女性ホルモン入るからちょっとね胸とか出てくるんやけど、せやけど髪の毛もね出てきたりとかね。うん、なんかいろいろそういうね最近は、うん、まあ、あの、まあ、体にどうなの？いい影響。まあ、そんなにでもあの劇薬とかね、まあそういうまずい薬ではないんであれですけど、でもまあなんていうか、そうそうそう、だから結果的にその体メンタル的な部分でね、そのちょっと躁鬱状態になったりとか、いろいろそういうのは、うん、ね、自分のそんな男気があったやつが急に、うんうん、ちょっとね、僕を担当問題とかね、でもさ俺ほら前々からこう占いの世界でさ、女性っぽい女性っぽい言われてるから、その辺は大丈夫なのかな。どう別にどう、まあまあだハゲてけへんじゃん。いやいや、でもだいぶね、だいぶあれですよ、デコやって言い張ってたのこの辺、ここはデコや俺はデコや、だいぶねやっぱりね、でも俺結構ねあんまり気にしたことないんだけど、ケンケンはね、そんなこと全然あれですよ。ただ僕白髪になっちゃうの早かった。いや、それでもいいじゃないですか。30代ぐらいでもうちょっと白髪出始めてたもんね、うん、僕ら白髪はもうこのヒゲだけですよ。ああ、ヒゲ頭の方はもうちょっとなんかまばらで、そうだね、うん、だからね、ほんまはちょっと白くなった。染めてるわけじゃない。いや、これはだから染めてますけど、あ、まあ、うん、あの一回脱色してね、てうん、へえ、ほんまね、もっと白くなりたいんですよ。俺ガキの頃からずっと脱色してたからかな、うん、だんだん白くなっちゃうからもう、いやいや、そう毛はやっぱりどんどん、生えていってるから別にそのちっちゃい頃の方がまだ残ってるわけじゃないからね、死んじゃうっていうかさ、あれがもろいなあ、まあでもその毛根自体はね、毛根のなんかあれが死んでいっちゃうとか、そういう、いやまあまあ栄養はやっぱりさ、こう取りにづらくなってるかもわかんないですけどね、まあ、うん、いっぱい染めたりね、そうで、まあ冒頭ね、そのまあこの髪の毛を切った理由言ってましたけど、まあ、その今回その言ってきたのが、その木屋町事件仕掛業っていう、はいはい、まあ、宮村優さんとね、丸野さんの、はい、部分で、で今回まあね、あれなんです、一応僕のシーンは、あの別でその撮るっていうのがもう前から決まってたんで、その日行ってするんじゃなくて、その日行ったのは、うん、まあちょっとやっぱり血のりの作業とかね、まあそういうのが、うん、必要だって、うん、でまあせっかく行くんやからさ、なんかただ自分のその血のりの作業だけやって、うん、あとこう何もせんのもあれでしょ、うん、まあね、だからちょっとカメラをね下げて、うん、メイキング的なものを撮っていいですかと、うん、前に言ってたんですよ、うん、ほんなら丸野さんもね、ゆうさんもいいよって言ってくれたんで、でまあカメラ持って行って、うん、撮り始めたんですけど、その日がね結構雨でした。雨やからね、外であんまりこうカメラ取り出して撮れないんですよね、はいはいはい、でまあ中のシーンは中のシーンでも、うん、これね、まあ結構撮ってますよ、撮ってるんですけど、このシーンをちゃんと僕丸々撮ってるんで、ほならさ、これを流してしまうと、まあね、分かってしまうじゃないですか。それは悪いよね。そんなことをしていいって言ってた。だから撮っていいよって。だからこれね、ちょっとね、編集どうしようかなと思ってて、まあね、うん、で、まあ、されて後だったらいいけどね、時間軸をちょっとこう前後変えたりだとか、まあそのセリフのない、分かりにくいようにして、部分とかを、まああえてちょっとチョイスして、うん、だから結構撮ったんですけど、その本編のところは使えないでしょ、まあ、ね、うん、だからちょっとまあその辺小出しにはしましたけど、うん、まあどういった状態でまあね、どんな撮影現場だったかっていうのはね、うん、はいはい、まあ、ちょっとメイキングの方ありますので、はい、はい、まあ一応そちらの方をね、ちょっと見てもらいましょうかね、はい、では木屋町事件史家業第5話メイキングの方よろしくお願いします。カット1、はい、用意、はい、こんなにしてる
正面はもうパッと出てくるんで、チビラの顔をまずね、のとこと覗き込むとこ、覗き込むとこ。子供いるんですよ。僕が座って顔は顔はどれぐらいで、全く普通の情報やなんで、お前もうちょっとです。だから もっとこっちこっち。シーン23カット6。よい。はい。はい、オッケー。だって昔のやつ、こんなんですよね。2人は仲がいいので、なんで横並びに。大勢のだから、すごくいいですよね。お客さんでしょ。めっちゃ飲んでる。いただきます。もう一回いきます。はい。先生、言ったことあります？声をワントーン上げて喋ってください。もうちょっとこう楽しそうにキャハハとか、そうそうそう、もう笑ってても全然いい、全然いい。もうちょっとワントーン上げて。はい、行きましょう。はい、行きます。はい、シーン21の1。はい、よーい。はい、法律が分かるのが多い。5年から10年全体的にひどかったら、その辺山の上から、ね、やばいっす。オッケー、行きます。シーン21カット2、よーい。そういうことですか、長。俺の正体は人殺しの悪徳警官でした。検閲してやってください。知ってたよ。全部ですか。事件の事件、俺の中では目の前の話がおらん。何人も殺してるんですよ。生まれ変わったら景色が変わる。あんたは山城連中これだけ愛されてるやないか。セブンとセブン課長、一言ですか。俺らも事件…はい、オッケー、オッケーです。大丈夫です。はい。よい、はい。ほう、そうか。完全に戻ったんだ。
シーン12、カット1。よーい。はい。これが全部証拠や。消してもらっていいです。で、回りました。シーン12、カット3。よーい。はい。はい、OK。はい、回りました。さすがに、さすが。シーン12、カット3。よーい。足元が入らないように足元は見えてないです。足元はここだけはちょっと見えてるだけ。あ、違います。違う、あのだから事件屋が片付けてる間に、うん、人打って遊んでるんで、人打って人こっちに糸を行って危ないじゃないとりあえず今このフレームの中でいないってことですね。はい、じゃあ回します。今ありました。シーン12、カット5。よーい。はい。はい、OK。 もう片付けてる感があればいい、はい、もう片付けてる感があればいいです、でシーン何本ありますと車が集結してくる。行きますか。はい、行きましょうか。じゃあ回りました。シーン29、カット1。よ。はい。そうか、とうとう売り出しとったか。なあ、俺ら所詮捨て駒や。どういうことだ。はい、来い。立花。
ですけど、あまりにも車が。ここまで持っていいですか。持って、今の感じ。今の感じです。で、今の、途中で切って、で、次の週の。リュウさんがセリフ言ったじゃないですか。で、セリフ言った後の、ちょっと変えましょうか。カットいきましょう。こんな感じです。はい。うまく皿を浮かせます。そうやね。無理じゃないですか。一瞬顔上げれます？一瞬顔上げれます？すいません。行きます。はい。ちょっと見えないように。はい。マグロさんとこ、うん、ちょっとこれ蓋閉めておいて20になってる？なってるか。波岡らしい。大丈夫？うん、今のところ。こうじゃ腰悪いな。大丈夫ですか？大丈夫です。サクッと取っちゃいますから。うん、シーン32カット4用意。はい。波岡は なんでや。お前は俺がやんじゃろ。お前もつらかったやん、つらかったやろ。なんで言わへんかったやん。おい、お前と俺は何やったやん。
はい、カット。シーン32、小野さん。はい、よもう楽になれ。おう。シーン32、五の四。よ。はい。はい、見ていただきましたけども、まあやっぱりね、なんていうの、ロケ場所ね、めちゃめちゃかっこいいとこばっかり、そのほら、まいたらその祇園のクラブとかさ、ね、あともそういうあの木屋町のあの町並み。ええとこですよ。ほんまにね、京都ならではだよね。絵になる、うん、ほんまそうやね。で、まあ役者さんも、まあもともとその東映にね、ちょこっとおった、ね、今はもう離れてますけど、とかいう人とかね、結構な人がね、脇を固めてて、で、まあ優さん、あと森田さん、もうすごいね、俳優陣がやってますから、まあそれにね、この俺が出たんでしょ、なんかね、もう恐れ多いしさ。今回何だった、何の役だったの今回ですか。役所屋の親父とかそういうの。いやいや、今回ね、この親父とかそういうの。じゃあ今回ね、まあこれちょっとほんまね、やばいんですよ。やばい、やばい役、あのね、ほんまやばいんですよ。やばい、やばい、やばい、このドラマのキーになっちゃう。キーになるっていうかね、まあなんか首謀者みたいなだね、大元の。そう、なんかこれ続編で来たらじゃあもう親分やん。親分で出てこないずっと。まあだから、あの、言ってしまえばさ、その警察のトップみたいな。だけどそいつが死亡者だったって、でもそれ言ってもうていいの今。いやいや、それはまあいいの、でそんなんさ、恐れ多いやんか、俺がなんかさ、だからまあね、でそれをね、どこで撮ったかって大阪の梅田の阪急の上で撮ったんですよ。そんなとこで。そうそう、阪急の上で、あのビルのその外側をこう見ながらね、携帯電話でね、その指示を出してるわけですよ。でそれをこうパーッと撮ってるんやけど、周りは普通のショッピング、いや、まあショッピングの人もいてるし、働いてもいてるし、皆さんなんかご飯食べたり休憩したり、その中で怪しい連中がねで警備員の人ですよ、警備員の人が、ここ間違ったのどこの人みたいな人がずーっと見とるんだよね。で なんかしおれへんか。でもともと普通私服で行ったやつが、途中トイレでなんかスーツ着て着替えて出てくるでしょ。ほんでなんかこうカメラ構えてやってるじゃないですか。だからもう警備の人がずーっとこっち側で、ね、見てて、そう、ほんで、まあ、周りにも人がいてる中でですよ、まあね、ちょこっとやらせていただいて、でさ、あの丸さんなんかさ、やっぱりさ、ああやって見るとさ、目がもう監督だな。すげえな、俺ほんとまだここに遊びに来てね、話してるマルさんとは全く別人やから。まあすげえなと思ったけどね。いやでもね、僕マルさんのねすごいところはやっぱりね、その物語ってこう考えて書くってなると、なんかこうね、なんていうのかな、一歩こう何か中に入るとこう、なんていうのかな、遠回しな、なんていうの、なんかこうフィルターがかかったような、表現の仕方みたいなになってしまうけど、マルさんの演出って結構自然なんですよね。でそこに宮村さんとか、やっぱり森田さんの演技っていうのがもうね、やっぱりそのすごいベテランですから、ほんまにこう自然にね出来上がっていって、で
あのその一語一句も結構その場でこう、やっぱこっち側の方がええんちゃうかとか、その出来上がっていくんですね。で撮る場所なんかも、あの僕がね、まあまあおくがましいですけど、あこのシーンやったらこういうところからこんな感じで撮ったらかっこいいよなと思ったら、まあまあなんとなくやっぱりそういう設定になってきてるっていうのがね、だからなんかさすがやなと思ってね、まあ僕も勉強になりましたし、で一番おもろかったのがね、そのまあ芝居のシーンをとりあえず撮りました、うん、でセリフのシーンをまあ保険でちょっとね、うん、声だけもらいますわ、どこで撮りましょうって、どこで撮りますかって言って、まだちょっとトイレ行きますか言って、で阪急のわーでトイレ行って、うん、あの丸さんと俺と2人で個室入って、うん、本当に怪しい、行きますよ、用意スタートでボソボソボソ言って、うん、これなんか次あの入ってくる人はさ、うんうん、なんかあの個室の中でそう男二人声聞こえるんですよ。なんかちょっとね、あのいやいやもうこれちょっとやばいなと思いながらね、あのはい、無事終わってきましてね。でまあこの模様はね、うん、まあまたあの5月ねのにはまたあのアップされると思うんですけど、まあ今回第5話で。あの一応完結ということで、でまあこの後がね、うん、結構なんかまあもしかしたら映画っていう部分までね、考えてるみたいで、なのでまあね、だってそこに目指す最初から始まってたもんね、うん、これね、うん、ずっとシナリオもね、うんうん、だからさ、なんかまあちょっとね、うん、今後の展開も面白そうかなと思って、うん、まあ、僕はもうね、あの仕事にする方でいいです。出るんじゃなくて、いやもうだってそういう役になっちゃったんだから、もう出なきゃダメなんじゃない？いやまあまあ、ね、そのちょこちょこそういうのももらうんですけど、うん、なんかあのやっぱりね、あのほらちゃんと俳優としてさ、やってはる人と一緒にね、うん、やるなんてね。申し訳ないですよ、ほんまに、うん、でもまあ一応ね、うん、自分なりにこう、まあもし受けるならこういう感じやろうなって言いながら、こう髪もバッサリ切ったりとかね、まあそういう風にしてね、うんうん、やりますんで、まあこう、あのまた院長役とかね、言ったら、うん、言ってくれますね、はい、はい、ということで、まあ木屋町事件仕掛けを第5話ということでね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあまあだからさ、なんていうか、うん、もうこういうでもね、これ面白いねんな、あのドラマってね、やっぱり、うん、うんうん、でね、やっぱり人の現場行くと、うん、またねこうね、やりたくなるんですよね。うん、そうよ、だって4月撮るんでしょ。え、4月撮るんでしょ。4月、7月、あ、7月、うん、7月はもう番組で今年のさ、うんうんうん、初っ端にね、うん、1月だっけ、確かの番組で今年どうするって話の中で、うんうん、じゃあ俺が音源だけで、うん、映像は一切口出ししないから、長い映像撮りなよ、ね、あれちょっと現在進行中とかね、俺仕事に撮んなきゃいけないんだよ。いやだから、そう、僕もだからもうそのつもりで考えてますよ、もう何個か。俺もう音源渡したよね、うん、ね、もうだから出来上がってんだから、うん、俺の方はもう俺の手から離れちゃってか、あともう若いんだから、うん、あと俺楽しみに待ってるだけだからね。いやまあね、うん、これいいよね。だから毎回本来は俺がね、自分で音源作ってどうしよう、うん、こうしようなんてさ、いろんなことやって、うん、やっと撮り終わって、編集してやってなんだけど、うん、人に任せるって楽しいね。いやもう楽しいのは楽しいけど、でも不安でしょ。あ、まあでもね、うん、俺ね、不安は今回ないね。だからね、あの中身ね、中身の作品って、うん、俺見たことあるからじゃね。ああ、だから多分こいつに言ったらこういう感じで来るやろうなっていうのがある程度分かってるから。だから想像、うん、まああんまり言い過ぎちゃうとまたそこ意識されちゃったりとかするとつまんなくなっちゃうから。いやでも今回俺考えてるのは、うん、あんまりこう自分自身でもちょっと初の試みのやり口なんですけどね。うん、俺ね、まあ、なんかね、俺なんとなく中谷にちょっとね、うん、こんなん
あ、でもあんま言っちゃダメかな。いやいや、全然全然。中屋のところがさ、毎年毎年さ、うちに送られてくるさ、年賀状めっちゃ面白いんだよ。うん。だから、ね、そういうテストで撮ってもらうと、すげえ楽しめるような気がするんだけど。いや、まあね、お年賀はほんまにね、毎年11月ぐらいからね、こう、あれですよ。企画して11月か、うん、だからあれこそがなんだろうね、何あの4月のエプリルフールじゃないけど、うん、そういうものだよ、あの支持されてたりとかね、うん、そうそうそう、もう全然想像つかないんですよ、ね、うん、ちゃんと作られた設定でちゃんと僕はね、あの手術台に寝転んでて、でうちのスタッフが周りから俺の腹をねガーッて割いてこう手術して、そういう、それが正月早々送られてくんだよね、うん、なんだこれみたいな、なんだこれみたいな、びっくり、うん、まあだからそういうのをね、あ、年に1回、そういうテイスト面白いよ、ね、うん、で、あと夏は夏でね、うん、自分がこうちょっとメイクしたやつをあげたりとかしてだから短編だからね、うん、まあで今回7月だからね、やっぱりね、仕事でこのほら特殊メイクとかメイクの仕事するでしょ、ほなら全部が全部ほらやっぱり自分がね、うん、やりたいものかどうかわかんないじゃないですか、ほんまはこういうのもこういう表現したいなとかっていう、そろそろじゃあどこでするかっていうのがまあそのね、年賀状であったり、そうそうそう、ね、ほんまに一回してほしいんですけど、やりますよ、メイクしてほしいんですよ、うん、あのね、僕でもね、はい、ゆかりんするならね、もう大体決めてるんですよ。え、そうなんですか、うん、何するかっていうの、どんなんやろう、とんでもないこと、とんでもないこと、どっちですか、うん、ちょっとね、まあ考えてるのは、要はね、あれなんていうのかね、なまあまあ、どういうのかな、何、いや、なんかね、褒められたら、ちょっと、あ、いや、まあ考えてるのは、その、まあまあ女王なんですよね。女王っていうか、まあまあその妖怪というか、まあ、例えば氷のね、まあほら魔女みたいな感じのとか、まあそういう感じではね。洋物だ。洋物、いや、うん、まあまあ洋物かな。和物だったらって雪女とかなっちゃう。うん、まあまあまあ、うん、でもね、そのそう。作り込みとかやっぱりね多いのはこう、まあ、甲冑みたいなのとか、まあ、例えばそのごついそのね衣装を作ったりするのはやっぱり洋風の方がこうね、アレンジいろいろできるからって、うん、だからなんか今のこのさ、ほわんとした感じをね、いや全然ちょっとファンの人と想像つかないですけど、ちょっとね、キリッとした感じに変えたりとかっていうのもね面白いかなって思って、まあなんかやりたいことあります？なんか自分で何かになりたいとか、何かね、あでも全然自分じゃないものにしてほしいです、あ自分じゃないもの、自分じゃないものザリガニとか、ザリガニ虫系そっちですか、そっち、まあ何ゾンビとかそういうものもそういう一つなの、例えばそのでもハロウィンはそうですよね、ゾンビメイクして遊びに行くっていうのを、うん、自分ではない、自分では最近ね、なんかね、もうゾンビ結構ね、やってきた感があってね、まあまし、ね、違うことやって、そうそう、最近今結構自分でまあデザインが描いたりとか、今後何したいかなって考えるときはちょっと今みたいな感じの、うん、ちょっとこう綺麗系な、まあちょっと特殊メイクっていう感じの、まあ何かと何かの融合みたいな感じの、うん、を考えてますね、うん、あんまりゾンビとあれがもうね、なんかね、なんかあんまり最近面白くなくなって、まあまあね、ずっとでもまあそこってあれだもんね、なんか特殊メイクをまず分かってもらうためにはゾンビが一番分かりやすいところですよ、うん、まあ、そうだから、そうですよ、ね、別にだからね、あかんっていうわけじゃないですけどね、うんうん、私一番最初に、うん、去年のハロウィンの時に、うん、バングリーな方さんを見て、うん、ゾンビメイクの仕方を見て、それで今年ハロウィンしたんで、ああ、いいじゃないですか、それ大事よね、録画して、あ、すごいと思って、できそうと思って、うんうんうん、でそれで服も血のりして、なるほど、ね、で今年のハロウィン楽しみ、うん、去年のハロウィン楽しみ、いやだからね、もう血のりもね、もうなんかね、ほんまに今回のその木屋町のあれでもそうでしたけど、うん、血ってね、すごいあれなんですよ、深いんです、まあね、肩まで色も変わるしね、あのね、僕の血ってね、1個でやらないんですよ、
何個かこう例えばここからベオッとこう入れるにしても黒いのと赤いのとそれからちょっとなんか黄色いのと結構混ぜるんですよ。でな上からこう何回もこうやるからそれが変にこう混ざって本場のなんか血みたいな感じにするんだから、そのねあの木屋町でもね、なんか先生の血すごいなってみんなね言ってくれるのはそのちょっとした工夫あるんですよ。でそれもねあのメイキングの中にはもう映ってるんですけど、そこはちょっとね企業秘密なんで、あじゃあもう絶対言っちゃないですけど、そうものすごいこだわりあってそこはなんかね、うん、ねどうなのそういうのってあのまあそのいろいろ混ぜていくのって、うん、そういう、ね、材料的なものなの？そうじゃなくてなんかそこに、まあ、材料っていうか、うん、売られてるものを混ぜていくの？うん、材料に関しては特にその全然特別なものは使わないんですよ。食べ物とかは蜂蜜とかも使わせませんか？まあそういうあの、ね、あれでしょ、あのちょっとドロッとさすためにね。そう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 です、うんうん、すごいなと思って。これは緑とか赤とかの、まあ、食紅系 ね、うん、とかまあちょっとしたそのあの割合はね、うん、僕も恐れてるけどね、うん、そうそういうのとかね。でまあいやもうねちゃうんすよ、うんうん、まあそのあの衣装なんかにつける時でも普通にこうパンパンパンって血のりたたくようじゃダメなんですよ。その前にやらなあかんことがあるんです。でもそれは言えません。それは言えません。それをやるとやらへんのじゃもう全然ね違う、もうその表現方法がちゃうんですよ。うん、まあまあそういうのね、またまあいつの日かまあどっかで多分ね、まあね、うん、わかります。でまあそういう形で今後ね、もうほら今年ハロウィンに向けてもさ、またねいろいろやっていきたいんで、まあ、ワークショップとかもね、うん、どんどんこうね、もう今年そろそろ始まっていくかやりますぜ、うんうん、でね今まあこれなまだちょっとな言ってええのかな、どうしようかな、まあまああのね一応今十字屋さんってわかりますかね。十字屋さん音楽その音楽レコードとかあとまあその楽器屋さんとかでいう十字屋さん、うん、のカルチャーがあるんですよ、うん、十字屋さんのカルチャースクール、うん、それがねナンバーパークスでまあ今年始まるんですけど、うんうん、まあその中に一応ね特殊メイクっていう部分でそう一応うちがさしてもらうことになってまして、でまあ、これもまあ人数集まればやるっていうことで、集まらなかったらまあねやらないんですけど、一応ナンバーパークスで、そうだと毎週とか、毎週とか、今は隔週、うん、だから2週間に1回ですかね、うん、どうもなるべくどうやって応募すればいいの？またそれは十字屋さんの、うん、十字屋さんのカルチャースクールの、うん、ホームページ見てもらうなりしたら多分出てくると思いますので、今まだね店舗改装中というかこうやってるところで、うん、でまあまあ人数さえ集まればナボパークスでねやりますし、まあそこじゃなくてもまた独自にやりますしね、まあ結構スクールの方もねポツポツと、はい。田舎の阪南市の方のスクールにね、いろいろ来ていただいてるのも多くなりましたんでね、まあ、ありがたいことですし、まあ、今回はこれからも、まあ、ちょっとね、いろんなところでできるようにはしていきたいなと、うんうん、でやっぱりほらその前のストリートフェスタもそうですしね、だから来年こそはちょっとこうみんなでこうね、そうだね、できるようなものを考えてね、箱は疲れるだけで楽しくはないな、うん、ないね、酸欠なんだよね真っ暗やし ね、うん、だからまあそういうのなんか考えていきたいなと思いますね、ね、うん、はい、ということでまあどうですか、これから5月に向けて皆さん5月はどんな月にしていきますかね、5月はまたなんかバタバタ忙しいんだよ、忙しいの、うんうん、まあほら今さこれね、うん、そうなんだけど、うん、V 新しく出したでしょ、ああはいはいはい、で一応1が出たわけよ、1っていうか1話、うん、ね、1話がね、うん、でこれで5話完結なんだよこれも、うん、まあもう野望がありすぎてね、うん、それでまた今月1本ね、うん、また撮るんだけど、うんうん、そこからまた順番撮っていかないと5は終わんねえんで、はいはいはい、まあ、とりあえずはやらなきゃいけないでしょ、うんうん、でまあ4月はねなんだかんだで僕もちょっとこのあとライブがあったりいろいろあるんで、うんうん、まあね1本
撮るのが精一杯かな、はいはいはい、みたいな感じなんですけど、編集なんかもね、だからどこの辺でまでどうとか計算が今まだ立たないっていう、うん、5話の最後がどこで出せるかっていうのが、うん、でもまあ年内にはね完結させたいんで、うん、まあまあちょっとずつやりたいんだけど、うん、まあでも5月ぐらいにバタバタやらないと、うん、ちょっともう年内に間に合わなくなってくるみたいなね、うんうん、感じもあって、まあ、ちょっと今いろいろとそういう感じで動いてますけどね、うんうん、5月はもう本当にその辺ぐらいかな、今番組もそうだけど、うんうん、番組以外で、まあ、そっちにちょっと力入れないと年内が収まらなくなっちゃうな、うん、みたいな感じかな、うん、僕の場合はね今、うんうんね、だから7月1本任せられるのすげえちょっと楽な、楽できた。いや、まあ、7月の分は1本任せるんでしょ、うんうんうん、だから本来やったら俺が出さなきゃいけないわけだから、そうですね、もう間に合わないわけだから、うん、全然助かったよ、うんうん、よかった番組で言っちゃって見切り発車だってまた社長に怒られるかと思ったけど、よかったよかったあれ振っちゃってなかったら俺無理だもんそんなの、うんうん、出し切れるよね、うん、なんかいいんじゃない、面白いよねそうやって考えると。まあそうですね、うん、あとまあライブもなちょこちょこまた増やしてるしね今夜桜が、うんうん、まあ、まあ、うん、なんだかんだ年内忙しいわな、うん、何なんだろうねこれね。まあでも忙しいのはねいいことですけど、毎年のことだけど、ね、うん、ゆかり今どうですか5月。5月は、うん、もう本業のレースクイーンが忙しいのと、うん、とこの前ボートレース初めて知ってたんですよ。どこどこの住みない京都で、ね、うん、それがすっごい楽しかったです。それは何、あの予想することが楽しかったの、その見てる、見てる分と、うんうん、あの初めて行って4月に初めて行って、うん、一応5月に放送なんですけど、うん、もう男前が多かった、そう、もう男前だね、うん、まあスポーツなんだもんな、そう、ほんまにね、まあ今ああいうほらね、でもあれある意味格闘技だからな、うん、格闘技すげえよあれ、あの その場でっていうかさ、見たらね、うん、カン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 ってボート落とすんだろうね、ぶつかり合ってる、うん、あんなあれ格闘技だね、ボートってさ、うん、あの自分でメンテ全部せなあかんでしょ、そうですね、羽から何か全部自分だもんね、うん、モーターがみんな違うっていうのにびっくりして、そう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 、自分だから自分で羽も自分でこう削ったりするもんね、すごいですよね、奥深いね、うん、あ、まあ、そうっすか、うん、5月はゴールデンウィークもあるんでね、うん、ゴールデンウィークどうなの、なんかイベントとか、イベントどうなんすかね、ゴールデンウィークも俺あんまり今年はゴールデンウィークどうこうっていうのもあんまりないんだよね、うん、なんか延べなんかやってる感じになっちゃってるから、うんうん、あんまりもうゴールデンウィークだから何かをやんなきゃみたいなことがあんまりないかな、なるほどね、混んでるっていうのもありますね、どっか行っても、まあね、まあそれは確かにある、うん、まあでもあれですよ、その頃はまたほらあのサビキ大会してな感じね、あ、そうだねしたいしたいしたい、サビキ大会してな、ちょっと高くなってちょうどいい、ね、300キビッキ釣ってね、どうやって食おうか、3日4日続いたからね、もう地獄やったけど、サビキ大会したい、面白かった面白かった、面白いね、うん、まあそれまたねこうカメラでね、そうそうそう、撮ってやりたいですよね、うん、サビキ大会ぜひ私行くね、あ、もうぜひね来てください、マイ道具持っていく、釣れりゃいいけどな、釣れなかったら番組にならねえんじゃねえか、大丈夫よあれそれ、大丈夫、いや、まあ釣れなくてもあれでしょう、また多分釣れなきゃ釣れないって番組にするの、ずっと喋経験が誰かがあのあれでしょ、ダイブするんでしょまあ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 アシスタントにしてとりあえずもう残念、ね、うん、まあそれで落ち着ければいいのかな、ね、っていう感じかな、ね、万歳って飛び込むっけねですよ ね、はい、ということでね、まあ今回はね、まあこうぐだぐだとお話ばっかりになりましたけども、まあね、うん、まあ5月の予定としたら、次はあれですかね、5月18日、うん、9時から合法ソルファクサミットですよ、はい、はい、木曜日になっちゃう ね、5月はまたね、ゲストさんも来てもらってね、はい、やる感じでね、そうそうそう、うん、ゲストさんはね、この日は来ないですよ、うん、あ、そうなんですか、映像での、あ、なるほどなるほど、うん、でも最近なんかね、結構ソルファクのね、パフォーマーさんいろんなパフォーマンスの人とかね、うん、はい、うん、
来てもらってね、ちょっとパワーアップして、十分になってきましたし、でアーディス TV の方は今度5月の30日のね、はい、また配信と、はいはい、なりますので、時間は22時からですね、はい、ちょっとね、まあ何があるか分からへんので、絶対的に早くなってるね、うん、そうそうそう、まあまあね、ちょっとほらな中身的に多くなってくると、まあね、どんどん後ろを押しちゃうんで、起きてられそういうふうに、だからまあちょっと1時間だけ前倒しして始めさせてもらって、ね、もらって、はい、まあ早く終わるときはもう早く終わったらいいかなと思ってね、まあまあまあ、どうせほらまあアーカイブでも見れるから、うんうん、まあだからいいじゃない、紅白サミットみたいに何時間とかどうこうって言っちゃダメなんだよ、言ってないじゃんうちは、うんうんうん、だってもうチラシ見ようが何見ようが全部21時からしか、はい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 、終わり時間書いてないんだから、うん、まあまあね、でもそれってもう2時間やろうか3時間やろうか、こっちの差時間やろうね、違う違うって言ってるさ、スタッフはなかんかんって3時間やめてってなった、まあでもあれですよ、そう、もう僕らもだからいつ終わるか分からへんしさ、その箱に関してはもう権限がちぎってるでしょ、だからこう喋ってる中で、あ、そろそろまとめてきたな、これちょっともうそろそろ終わりにかけるんかなと思ったらさ、またなんか一言のおかげでうわーっとまた盛り上がってるね。あれやだよ、快感なの、みんながね、あ、終わると思ってるんだろうなって、これ見てるやつももうそろそろエンディング流れるぞと思ってるなっていうところで、もう一回もう一盛り上がり、もう絶対楽しそうですよ、ほんでね、ほんでね、もうスタッフに電気切られる、そうそう、途中でバツって、あれ、真っ暗になっちゃったみたいな、もうね、面白い、うん、まあまあ、ね、でもそういうのがね、まあ、ネット番組のいいところなんでね、まあね、はい、まあ、まあ決まり事がね、あ、うん、る中で分かりやすいことないよね、そうで、まあ、アーティスミーの方も5月ね、またちょっとどっかロケ行くなり、うん、ゲストさん呼ぶか、ちょっと今のところ考えてますので、うん、5月またね、楽しみにしておいてください、はい、はい、ということで今回もありがとうございました。はい、またでは5月、30日ですね、はい。お会いしましょう。はい、さようなら。スカパー鉄道チャンネル546チャンネル。頑張れ日本鉄道10年。常に放送してるんですけど、次回の放送は前回に引き続き熊本の震災でのお話になっているので、ぜひ皆様見てください。そしてあと5月7日と5月14日にボートの時間サンテレビにて22時45分から放送しているので、私出てるんでよかったらそれも見てください。サンテレビでも会えるんでお願いします。